王立ビュルテンベルク国有鉄道は1843年から1920年まで運行していたビュルテンベルク王国の国有鉄道である。ドイツでは1871年にプロイセン王国、バイエルン王国、ザクセン王国、バーデン大公国、ビュルテンベルクなどのドイツ語圏の多くの両方からドイツ帝国が成立したが、それ以前に多くの両方は 独自に鉄道を有していた。閣僚法の鉄道は次第に運営上の協力を深めてはいったが、ドイツ帝国成立後も第一次世界大戦後までそれぞれに独立したまま運営された。他の多くのドイツ連邦構成国と同様に、ビュルテンベルク王国においても1825年くらいから国内の交通網の改善に関する議論がなされるようになった。この問題に関して議論する。 民間団体も結成されたが、1834年からは国家としてもこの問題に関して議論を始め、適切な交通手段について検討する専門家を任命した。数年間の準備の後、鉄道網の建設が決定され、また主要な路線の建設は国が行うべきと決定した。1843年4月18日の鉄道法により、 鉄道も建設の法的な体系が整い、この日が王立ビュルテンベルク国有鉄道の発足日とされている。この法律では、支線については民間企業による建設も可能であると明確にしていた。また、後にビュルテンベルクの鉄道建設及び鉄道技術について決定的な役割を果たすことになる S リンゲン機械製造の設立にもこの法律が契機となった。 ビュルテンベルク鉄道網建設の第一段階間スタットのローゼンシュタイントンネル、王立ビュルテンベルク国有鉄道は中央線と呼ばれる路線から着手した。この路線はシュトットガルトからネッカー川に沿って、一方では東線によりウルムを通って南線によりコンスタンツ湖沿岸のフリードリヒスハーフェンまで反対側では西線により、 バーデン対抗国のブルッフザールまで通じていた。また、ビーティッヒハイムから北線により、ハイルブロンへと分岐していた。ビュルテンベルクの鉄道アジズ、1863年頃数年間の建設休止後、オーバーネッカー線がプロヒンゲンから建設開始され、1859年にロイトリンゲン、1861年にはチュービンゲンを経由して、 四京都市ローテンブルクアムネッカーへ、そして1864年から1866年に、かけてまず、エイアヤ派へ、そして続いて、ホルプアムネッカーへと到達した。東部ビュルテンベルクへは、カンシュタットからのラムス線が1861年に、ショルンドルフアーレンを経て、バッシャー・アルフィンゲンまで建設され、1863年には、ネルトリンゲンへ伸びて、 バイエルンの鉄道網に接続された。コヒャー線は1862年にハイルブロンから、ホーエンドアー・エーベネを経由して、シュベービッシュ・ハルまで開通した。1866年に、アーレンからのオーバー・ヤックスト線と1869年に、バート・メルゲントハイムからのタウバー国線が通じる、クライルスハイムまで1867年に開通し、これらの路線と連絡した。 アーレンからウルムまでオスタルプを経由する連絡船となる可能性を持つブレンツ船は1864年にハイデンハイムアンデアブレンツまで開通したが最終的な目的地までは1875年から1876年になってようやく到達した。シュバルツバルトの温泉の街ビルトバートへは1868年に エンツタール線によりバーデンの結節点プフォルツハイムへ結ばれた。ハイルブロンからは、ウンターネッカー線が1866年に、ヤクストフェルトまで延長され、さらにその3年後には、ウンターヤクストタール線として、オスターブル県まで延長された。どちらの駅でもバーデン対抗国国有鉄道と接続した。オーバーネッカー線は1867年から1868年に、 かけて、ホルプからロットバイルへ到達し、そこから1869年に、シュバルツバルトのバーデンの都市フィリンゲンへ到達した。同年、ロットバイルからトゥットリンゲンまで、シュトゥットガルトハーティンゲン線に、初めての列車が走り、そこから、バーデンのシュバルツバルト線のインメンメィンゲンまでの連絡が1870年に完成した。ウルムからは、 ドナウタール線がブラウボーイレン・リートリンゲン方面へ1868年から建設されたが、ジクマリンゲンまで1873年にようやく到達した。チュービンゲンから1869年に平ンゲン、1874年にバーリンゲンまで到達していた、ソラーナルプ線が残りの区間を連結するにはさらに6年を要した。シュバルツバルト線は、 ツーフェンハウゼンから分岐して1868年から1869年にかけてバイルデアシタットへ向けて建設開始され、1872年にカルフを呼び、ナーゴルトまで完成した。1874年には、プフォルツハイムからカルフナーゴルトを通って、ホルプへ至るナーゴルトタワルセンが完成した。ハーバーティンゲンから1869年に、アールゲウセンが ザールガウアウレンドルフを経由して、バルト税へ向けて分岐した。そこからさらに、1870年にキースレックまで、そして1872年にロイト・キルヒ、イム・アールゲウへ達し、1874年にはイース・ニー・イム・アールゲウにも駅ができた。さらに、以下の路線を建設して、国有鉄道網を拡張した。第一次世界大戦の敗北後、1919年の、 バイマル憲法によりビュルテンベルクの独立した鉄道組織は終焉を迎えた。ドイツ国と諸法の協定により、1920年4月1日からビュルテンベルク国有鉄道はドイツ国の所有となり、同日バイエルン、プロイセン、ザクセン、バーデン、メクレンブルク、オルデンブルクなどの国有鉄道とともにドイツ国営鉄道となった。 ルートビヒスブルクの駅にて、2両のスリー型蒸気機関車、1860年頃1865年頃までは、オーリツビュルテンベルククニュー鉄道の鉄道技術は、他の多くのドイツ処方のようなイギリス由来のものではなく、アメリカのものを基本にしていた。このため機関車についても客車についても、開放座席車やボギー車の使用が見られた。この先進的な取り組みは、 プロイセンの強い影響により一時的に中断することになった。1885年から1896年まで技師長を務めたアドルフ・クローゼは機関車の調達や改造に責任を負っていた。その式のもとに初めての複式機関車や楽式鉄道機関車が導入された。また機関車の曲線走行性能を改善するための走り装置も開発した。その後 オイゲン・キッテルが継いだ。彼は、ビュルテンベルクにおける、加熱蒸気機関車の導入を推進した。彼の指揮により、DW 型蒸気動車、キッテルや、急行旅客機関車 C 型、貨物機関車 K 型などが投入された。彼はまた、ガソリン動車や蓄電自動車も試験した。1913年時点での統計は、以下のようになっている。コンスタンツ雇用の蒸気船として、 国湯鉄道ではフリードリヒスハーフェンを建造したが1944年に激沈された。ありがとうございます。